音速パソコン教室講師の初谷です。今回は Google 社のメールサービスである Gmail の使い方とそもそものメールアドレスの作り方から解説をします。よろしくお願いします。はい。ではまず、この動画がお役に立てる方ですが、それは主にこの3パターンの方です。まず1つ目は Gmail の効率的な使い方を知りたい方です。 g メールを使うとメール処理のスピードが速くなります。二つ目はパソコンとスマホ両方で確認できるメールアドレスが欲しい方です。そして三つ目は迷惑メールが多くてメールアドレスを変えたい方です。g メールは迷惑メールを弾く能力が高けているのでおすすめです。はい。では次にこの動画の目次についてお伝えします。でもし まだ Gmail のメールアドレスをお持ちでない方は、先にこの9番からご覧ください。9番でメールアドレスの作成手順を解説をしています。なんとかなんとか、アットマーク Gmail.com のメールアドレスを作成する手順です。で、これなぜ目次の1番じゃないのかというと、この動画、すでに Gmail のメールアドレスをお持ちの方もたくさんご覧になっていると思います。なので、目次の最後とさせていただきました。 で、今この動画に表示されている分数まで飛ばしてください。はい。で、1番の目次は、メールの見方、探し方です。で、2番は、返信の仕方です。3番は、迷惑メール対策の仕方です。4番は、署名の入れ方です。5番は、フォルダ分けに変わるラベルの使い方です。6番は、Gmail の画面にすぐアクセスできる方法です。7番は、スマホとの同期の仕方です。 iPhone 編。続けて8番、スマホとの同期の仕方、Android スマホ編ですで。9番は先ほどお伝えした通りです。はい。ちなみに、この動画の下の説明欄にも目次がありまして、その目次から各項目のところへジャンプできるようにもなっております。 で、これから本編が始まりますが、その前にぜひチャンネル登録もお願いします。で、この動画の右下のボタンからチャンネル登録ができます。で、チャンネル登録いただくと動画の更新情報がメールで届くようになります。はい。ではここからは目次の一番目、g メールのメールの見方、そして探し方を解説をします。はい。ではまず、g メールのウェブサイトにアクセスをしましょう。 このデスクトップ画面を開いてください。そして、この3つのブラウザのうちどれかを起動してください。ブラウザとはパソコン用語なんですが、ホームページを見るためのソフトのことです。で、一番ホームページの表示スピードが速いのがこれです。Google Chrome というブラウザです。それから2番目に速いのがこれです。Microsoft Edge というブラウザです。 そして、最後、一番遅いのが、これです。インターネットエクスプローラーというブラウザです。はい。では、この3つのうちどれかを起動してください。はい。で、出てくるホームページは、人によってバラバラです。気にしないでください。いずれにせよ、左上に、検索窓があるんですね。はい。で、ここをクリックして、こうやって入力をしてください。アルファベットで、G、M、 A, I, L と。そして Enter キーを押してください、はいで。検索結果も人によってバラバラですが、いずれにせよ Gmail, Google というところがあります。ここをクリックしてください。す、はい、で既に Gmail アドレスをお持ちの方は、ログインのボタンをクリックしてください。はい、そしてここに Gmail のメールアドレスを入力をしてください。 ちなみに、アットマーク以降は入力を省略することができます。アットマーク以降をバックスペースキーで消してしまってください。はい。これでもログインできます。そして次へをクリックします。はい。で、パスワードを入力という欄が出てきた方は、この Gmail アドレスをお持ちの方です。で、ここに行かずに弾かれてしまった方は、 この Gmail アドレスが正しくないので、再度 Gmail アドレスの入力からよろしくお願いします。はい。そして Gmail にログインする時のパスワードを入力をしてください。ちなみに、隣の目玉マークをクリックすると、パスワードが表示されて確認できます。はい。そして、合っていたら次へをクリックしてください。はい。で、もし右上にパスワードを保存しますかと出てきたら、保存をクリックしてください。 はい。そうすると、ログインすることができます。で、今、受信トレイが開かれています。はい。で、本題のメールの見方はとても簡単で、この届いているメールをクリックすれば良いだけです。そうすると、このようにメールを見ることができます。で、もう一回受信トレイをクリックすると、また受信トレイに届いているメールの一覧に戻ることができます。それから、 メールの探し方なんですけれども、この上のメールを検索という検索ボックスに、メールの件名や本文の一部のキーワードを入力をしてください。例えば、この上のメールを検索のところをクリックし、スマホと入力をして、そして Enter キーで検索をしてみます。そうすると、スマホという文字が件名か本文に入っているメールだけを抽出することができます。 例えば、当社の矢後、音速パソコン教室と入力をしてエンターキーを押すと、音速パソコン教室と、件名か本文に入っているメールだけを抽出することができます。ちなみに、参考までに私のメール処理の方法もご紹介します。私は、フォルダをいくつか作ってメールをそこに振り分けるというのは、実はやっていません。代わりに、この検索を使っています。この検索をした方が、 お目当てのメールを瞬時に見つけるることができるんできんすね。それと私は全てのメールはフォルダ分けせずに受信トレイに全部集めますそして未読まだ見てないメールを片っ端から開いてそして無視するものは無視返信するものは返信をしています以前、 広告代理店に勤めていた時に、1日100通ぐらい社内のメールが飛び交ってたんですけれども、その時に1回フォルダ分けをやってみたことがあったんですが、フォルダ分けをしなかった時の方がメール処理のスピードは感覚的に3倍ぐらい速かったです。はい。ただ、この感覚は人によって異なり、人によってはフォルダ分けした方がメール処理のスピードが速いという方もいると思います。なので、参考としてお聞きいただければと思いました。目次の5番で、 フォルダ分けに相当するラベル分けのやり方をご紹介しますので、ぜひそちらもご参考ください。はい。では次は目次の2番目、Gmail の返信の仕方について解説をします。はい。で、まず、この目次の2番目から動画をご覧になっている方は、Gmail のウェブサイトにログインをしておいてください。はい。で、返信の仕方はとても簡単です。 受信トレイの中に届いているメールをクリックして開きます。そして右上を見ると、返信とヒントが出てくるボタンがあるんですね。これをクリックして、そして返信文を書いて送信するだけです。はい。ということで、返信の仕方はシンプルなんですが、さらに返信の効率をアップできる2つの技がありますので、ご紹介しておきます。1つ目の技は、 定型文の自動入力です。返信文の最初って毎回同じ文章を入力したりしませんか例えば、お世話になっております。株式会社〇〇の初谷です。私の場合だったら、こんにちは。音速パソコン教室の初谷ですとで。それを自動で瞬時に入力することができるんですね。例えば、こんにと打って、スペースで 変換すると文章が入力されて Enter キーで確定。例えば、押せと入力をしてスペースキーで変換。そして Enter キーで確定と。これができる設定方法をご紹介します。では、返信文のところのどこかをクリックして点滅をさせて、そして右下を見てください。で、時刻の左に A とか、それから A って書かれてあるところがあります。はい。ここの上で右クリックをしてください。 そして、単語の登録をクリックしてください。はい。そして、まず、読みの入力欄をクリックし、ここで、応せと入力をして、Enter キーで確定してください。次に、単語の入力欄をクリックし、ここに、このように入力をしてください。お世話になっております、点、前カーブ、ABC 商事のまるですと。もちろん、この文字変えていただいて大丈夫です。そして、登録ボタンをクリックしてください。 そして、閉じるをクリックしてください。で、あとはこの返信文をクリックしてですね、押せと入力をして、そして、スペース変換、エンター、確定をやってみてください。それから、効率アップの2つ目の技は、CC、BCC の自動入力です。例えば、ここに、返信相手のメールアドレスが書かれてあります。こちらをクリックしてください。そうすると、右上に CC と BCC が出てきます。 で、これ CC をクリック。そして BCC もクリックしておいてください。そうすると CC と BCC の入力欄が追加されますで。例えば CC のところをクリックし、ここに CC に入れたい人のメールアドレスを入力をします。その時にメールアドレス全部を入力しなくていいんですね。メールアドレスの頭文字だけ打ってみてください。そうすると候補が出てくるんですね。そしてクリックして自動入力完了です。 これが効率アップの二つ目の技でした。そして送信のボタンをクリックすれば返信が完了します。で返信が完了したら一旦受信トレイをクリックします。そしてメールの一覧に戻るとさっき返信したメールのところに2という数字が出てきてます。もう一回このメールをクリックしてみますと最初に届いたメールが上、そしてそれに対しての返信文が下、 合計2通と過去のメール履歴を時系列で追うことができるようになってるんですね。はい。で、これが Gmail のいいところでもあります。ではもう一回受信トレイをクリックしてメールの一覧に戻っておきます。以上が目次の2番目、返信の手順についてでした。はい。では今度は目次の3番目、迷惑メール対策の仕方について解説をします。ではまず、この目次の3番目からご覧になっている方は、 g メールのウェブサイトにログインをお願いします。はい。で、今回の迷惑メール対策は本当に簡単で数秒で終わってしまいます。どうすればいいかというと、このメール一覧のところで、迷惑メール行きにしたいメールのところにこうやってチェックを入れていきます。はい。そして、上に出てきた迷惑メールを報告のボタンをクリックします。これで完了です。で、今チェックしたメールは、 受信トレイから消えました。そしてどこに入ったかというと、この受信トレイの下、ここ、マウスの真ん中のホイールをくるくる回すと下に下がるんですが、もっと見るというところをクリックして、さらに下に下がるとですね、迷惑メールというトレイがあるんですね。ここクリックします。そうすると、ここの中に入るんですね。はい。という操作を繰り返していると、 同じ人からはもう受信トレイに入ってこなくなるんですね。この迷惑メールトレイの方に入るようになるんです。でもし間違えて必要なメールまで迷惑メールトレイ行きにしてしまったら元に戻したいメールの左側に同じようにチェックを入れてですね。そして上の迷惑メールではないのボタンをクリックしてください。そうすると迷惑メールトレイから消えて受信トレイに戻りました。 ここ、左にマウスを合わせて、くるくるまたマウスの真ん中のホイールを回し、上がって受信トレイをクリックしてみます。そうすると、さっき迷惑メールトレイ行きにしたものが受信トレイに戻るようになりました。そして、必要なメールだけ受信トレイに入ってくるようになります。で ちなみに私は毎日迷惑メールが100通近く入ってくるんですけれども、このシンプルな操作を数日繰り返していただけで、必要なメールしか受信トレイに入らなくなりました。そして不要なメールは全て迷惑メールトレイの中に入るようになったので、非常に快適です。はい。では今度は目次の4番目、署名の入れ方を解説をします。はい。で、この目次の4番目からご覧になっている方は、Gmail のウェブサイトにログインをお願いします。 はい。で、署名はどこから入れるかというと、この右上の設定とヒントが出てくる、この設定ボタンをクリックします。そして、設定のメニューをクリックします。はい。そうすると、設定の画面に切り替わります。で、この設定の画面は、全般、ラベル、受信トレイと、目的ごとに切り替えられるようになってるんですが、全般にします。そして、マウスの真ん中のホイールをくるくる回して、下に下がります。 そうすると、署名というところが出てきます。ここで選べます。例えば、今、署名なしになっていますが、下にチェックを入れます。そして、その下の入力欄をクリックし、ここに署名の文章を入れます。はい。例えば、仮にこのような署名を入れたとします。そして、署名を入力し終えたら、下に下がり、変更保存のボタンをクリックします。 そして、例えばこの作成のボタンをクリックしてみます。これ新規作成なんですが、そうするとこのように自動的に署名が入るようになります。もちろんメールの新規作成の時だけじゃなくて、誰かのメールの返信の時にも署名が入るようになります。はい。では×を押して閉じますけれども、以上で署名の入れ方の解説は終了です。はい。 では今度は目次の5番目です。フォルダ分けに変わるラベルの使い方を解説をします。はい。で、まず、この目次の5番目からご覧になっている方は、Gmail のウェブサイトにログインをお願いします。で、そもそもフォルダ分けとは何かというと、受信トレイの下にフォルダを作って、メールを自動的にそのフォルダに分けるというのがフォルダ分けでした。で、 gmail ではフォルダの代わりにラベルという機能があります。同じ機能だと思って大丈夫です。そのラベル分けの手順を解説をします。はい。では、この右上の設定とヒントが出てくるボタンをクリックしてください。そして設定のメニューをクリックします。はい。そしてラベルのタブをクリックします。そしてマウスの真ん中のホイールをくるくる回して下に下がります。 そして新しいラベルを作成のボタンをクリックしてください。はい。で、この新しいラベル名を入力してくださいのところは、YouTube と入力をしてください。YouTube。はい。そして作成のボタンをクリックします。はい。そうすると、受信トレイの下、マウスの真ん中のホイールをくるくる下に下げていくとですね、YouTube、 というラベルがここに出来上がってるんですね。まあ、これがフォルダの代わりです。YouTube のこのラベルをクリックしてみてください。はい。で、今はまだ何もメールが入っていません。はい。で、これから YouTube から届いたメールは、このラベルの中に自動的に振り分けられるようにしましょう。はい。で、この上の検索窓をご覧ください。ここに、ラベルコロン YouTube という文字が入っています。これはどういう意味かというと、 YouTube のラベルが貼られたメールだけを検索してここに表示してという意味なんですね。で、当然、まだどのメールにも YouTube というラベルを貼ってないですから、そんなものはありませんということで、ここは空白です。で、この検索条件を、このバツを押して、クリア。消してください。そして、検索窓に改めて YouTube と入力をしてください。スペルは YOUTUBE。O U T U B e そしてエンターキーです。はい。そうすると YouTube という文字が、件名か本文に入っているメールを検索することができるんですね。で、今検索にヒットしたメールすべてにラベルを貼ります。YouTube というラベルを貼ります。ここ、クリックするとメールを全部選択することができるんですね。 ただこれ、50件しか選択できていません。で、右側のこの検索条件に一致するすべてのスレッドを選択するという文字が、もし出ている方は50件以上ヒットしてますので、こちらをクリックします。そうすると50件以上全部、ヒットしたもの全部を選択することができます。はい。そして、このラベルのボタンをクリックします。そして、さっき作ったこの YouTube のラベルのところを クリックします。そうすると、このようにチェックマークがつきます。そして、適用をクリックします。はい。で、OK をクリックします。はい。そうすると、メール一つ一つに YouTube というラベルが貼られたことがわかります。これ、このメールは受信トレイにも入っているし、YouTube というラベルの中にも入っているよという印なんですね。で、このようにラベルをつけられたら、この左の YouTube、 というこのラベル、まあ、フォルダの代わりですね。こちらをクリックしてください。はい。そうすると YouTube というラベルの中には、この YouTube のラベルが貼られたメールが入っていることを確認できます。要は、フォルダ分けしたんだよということです。で、この中に YouTube のラベルを貼りたくなかったメールがあれば、そのメールをクリックして選択をし、 そしてもう一回このラベルのボタンを押してそして YouTube のところのチェックを外し適用をクリックしますそうするとこのメールが YouTube のラベルの中からは消えましたはいただこれだけだと不完全ですまだ YouTube から届くメールが自動的にこの YouTube のラベルの中に入る状態じゃないんですね今まで行ったのは ただ単に受信トレイの中に入っていた YouTube から来たメールをこの YouTube のラベルの中にも出るようにしただけなんですね。これから YouTube から届くメールが自動的にこの中に入るようにしたわけではありません。はい。ではこれから自動振り分けの設定を解説をします。YouTube から届いたメール、どれでも良いのでメールを開いてください。そしてこの右上の 三つ点が並んでいるボタンをクリックしてください。そして、メールの自動振り分け設定をクリックしてください。そして、フィルターを作成をクリックします。そして、ラベルを付けるのところにチェックを入れ、このラベルを選択の右の下矢印をクリックし、そして YouTube のラベルをクリックしてください。そして、フィルターを作成をクリックしてください。 で、フィルターを作成しましたというメッセージが出たら、これで完了です。今後は YouTube から届くメールは自動的にこの YouTube のラベルの中に振り分けられるようになります。でもちろん、この YouTube のラベルの中だけじゃなくてですね、受信トレイの中にも入ってきます。以上が目次の5番目、ラベル分けについてでした。はい。では今度は目次の6番目。 gmail の画面にすぐアクセスできる方法を解説をします。はい。で、これはどういう方法かというと、ブラウザを起動したときに、ここに gmail のボタンが表示されるようにして、ここをクリックするだけで、gmail の画面にアクセスできるようにするという方法なんですね。この方法をご紹介します。はい。で、この方法は、ブラウザの種類によって異なります。 で、まず、この Google Chrome のブラウザをお持ちの方は、この Google Chrome のブラウザを起動してください。はい。そして、この右上の3つの点のボタンをクリックします。そして、ブックマークをクリックして、ブックマークバーを表示をクリックしてください。そうすると、ここにブックマークバーが表示されます。別名、お気に入りバーです。そして、この検索窓で、こうやって入力をしてください。G, M, A、 i, l と、そしてエンターキーで検索をします。はい。で、gmail, google と出てきたら、こちらをクリックしてください。はい。で、まだログインされてない方は、このログインボタンをクリックして、そして、ログインをします。そして、パスワードも入れて、ログインをしてください。はい。そして、ログインできたら、この右上の星印をクリックします。 そして名前のところは Gmail と入力をしてください。で、フォルダはブックマークバーのままです。そして完了をします。そうするとここにボタンを作れるんですね。で、今後はこちらのボタンを押すだけで Gmail のウェブサイトにアクセスをすることができます。はい。では今度は Microsoft Edge のブラウザを使っている方のための設定方法です。Microsoft Edge を起動してください。そして右上の3つ点が並んでいるボタンをクリックしてください。 そして、設定のメニューをクリックしてください。そして、この右側にマウスを持っていき、マウスの真ん中のホイールをくるくる回して下に下げます。そして、お気に入りバーを表示する。このオフをオンにしてください。そうすると、お気に入りバーが表示されます。で、この空いてるところをクリックしてください。そして、この上の検索またはウェブアドレスを入力のところをクリックし、こうやって入力をしてください。G, M, A, I, L と。 そして Enter キーを押して検索をします。はい。で、ここの mail.google.com もしくは下に下がって gmail、Google のメール、こっちの方がいいですね。こっちをクリックしてください。はい。で、まだログインされてない方はログインボタンをクリックしてください。はい。そしてログインをお願いします。パスワードも入力をしてください。はい。で、もし、 許可しますかと出てきたら、この保存のボタンを押しておいてください。はい。で、Gmail にログインができたら、この右上の星印をクリックしてください。はい。で、名前のところは Gmail と入力をします。で、保存する場所のところはお気に入りではなく、この下矢印をクリックし、お気に入りバーの方を選んでください。 そして追加をクリックです。そうするとお気に入りバーにボタンを保存できました。で、今後はここのボタンをクリックするだけで Gmail のウェブサイトにアクセスをすることができます。で、ちなみに、この Gmail は Google 社が作ったメールサービスです。なので、ブラウザも Microsoft 社が作った Microsoft Edge ではなく、この Google Chrome を使って Gmail にアクセスをした方が、表示スピードが速いんですね。 なので、ブラウザを Google Chrome、まあ、こっからも入手できるんですが、に変更することをお勧めします。で、この Google Chrome のブラウザのインストールの仕方や、この Google Chrome のブラウザの使い方は、また別の動画で解説をします。その動画は、この動画の下の説明欄のところにリンクを貼っておきますので、そちらからご覧ください。はい。では、今度は目次の7番目。 スマホとの同期の仕方、iPhone 編を解説をします。これは言い換えれば、スマホで g メールを使えるということです。スマホでメールを受信し、返信できるということですね。その iPhone 編を解説をします。で、これ iPhone だけじゃなくて、iPad のタブレットでも同じようにできます。で、もし、お手元のスマホタブレットが Android であれば、 次の8番の目次にジャンプしてください。はい。ではまず、Gmail のアプリをインストールしましょう。iPhone でも iPad でも、このホーム画面を開いてください。そして、App Store のアイコンを見つけてください。必ずホーム画面にあります。見つからなかったら、右から左、左から右と払って見つけてください。そして、App Store のボタンを押します。 はいで。iPhone の方は右下に検索というボタンがあります。こちらを押してください。iPad の方は別の位置にありますが、必ず検索ボタンがあります。押してください。でそうすると上に検索窓が出てきますで。ここにアプリの名前を入れます。今回は Gmail と入れます。ここをポチッと押して、そしてキーボードを英語に変えて、そして Gmail と打ってくださいで。変換候補に出てきたら変換候補から選んでください。 で、g メールと入力できたら、検索ボタンを押してください。はい。で、そうすると、この g メールのマークが出てきます。で、g メールって書いてあります。で、この入手のボタンをポチッと押してください。はい。で、サインインの画面が出てきたら、既存の Apple ID を使用のボタンをポチッと押してください。はい。そして、Apple ID を入力をします。 はい。Apple ID のところはメールアドレスです。そしてパスワードのところは自分で設定したパスワードです。でこのパスワードは英語と数字の組み合わせのものですで。英語は大文字と小文字を組み合わせたものです。はい。そしてパスワードまでに入力できたら OK のボタンを押します。はい。そして下にインストールのボタンが出てきたらこのボタンをポチッと押してください。 そうするとインストールが始まりますので終わるまでしばらく待ちます。はい。で、インストールが終わると開くになります。はい。で、ここで一旦ホーム画面を開いてください。はい。そしてホーム画面をめくってください。そうすると Gmail のアプリがどこかにあると思います。で、Gmail のアプリをポチッと押してください。はい。でログインのボタンをポチッと押してください。 で、アカウントの追加の画面が出てきたら、Google をポチッと押してください。そして、続けるをポチッと押してください。はい。で、ここに、パソコンで使っていた Gmail アドレスを入力をしてください。はい。で、Gmail アドレスの場合は、アットマーク以降は省略できますので、アットマーク前まで入力していただいても大丈夫です。そして、次へをポチッと押してください。 そしてパスワードを入力のところをポチッと押し、Gmail にログインするためのパスワードも入力をしてください。はい。で、このパスワード入力欄の右の目玉マークを押すと、伏せ字がなくなり、パスワードを確認することができます。で、正確に入力できたら次へのボタンをポチッと押してください。はい。で、Gmail は通知を送信します。えー、許可しますかと。出てきたら許可を押してください。 はいで。このガイダンスが出てくるんですが、ここを無視していただいて大丈夫です。そうすると、パソコンで見ているのと同じメールを見ることができるんですね。はい。で、返信するのも簡単です。例えば、返信したいメールをポチッと押します。はい。そして、このボタンを押します。はい。で、ガイダンスが出てきますが、これは無視してください。で、ここら辺をポチッと押します。そうすると点滅します。 あとは返信文を入力をするだけです。例えばよろしくお願いしますと入力をしてみます。で、少し開業します。開業。はい。そして、返信をするには、この紙飛行機のマークをポチッと押します。はい。で、送信していますのステータスが出て、送信しましたとなったら、返信完了です。はい。そして、あとはこの左の矢印のボタンを押して一つ前の画面に戻ると。 でちなみにこの左の3本線のこのメニューボタンをポチッと押してください。で、今メインになってるんですが、メインが受信箱だと思っていただいて OK です。メインは受信箱です。はい。で、下の方に行くと迷惑メールなどもあります。はい。で、もう一度メインの方に戻ってください。はい。で、例えば、このメールを迷惑メール扱いにしたいなと思ったら、迷惑メール扱いしたいメールをポチッと押します。そして、 右上のこの3つの点のボタンをポチッと押します。そして、迷惑メールとして報告をポチッと押します。はい。そうすると、受信トレイから消えて、迷惑メールトレイに行きました。で、今後同じ人からメールが来た場合は、受信トレイに入らず、迷惑メールトレイに行くようになります。はい。では試しに確認してみます。この3本線メニューをポチッと押して、迷惑メールのトレイをポチッと押します。はい。そうすると、 迷惑メールトレイにさっきのメールが入っていることを確認できますで。やっぱりこれは受信トレイに入るようにしたいなと思ったら、メールをポチッと押して、そして、この迷惑メールではないことを報告のボタンをポチッと押します。はい。そうすると受信トレイに戻るんですね。もう一回この3本線メニューを押し、メインを押します。メインが受信トレイです。はい。このように受信トレイに戻っています。以上が目次の7番、スマホとの同期の仕方、iPhone 編でした。 はい。では次は目次の8番目。スマホとの同期の仕方。Android 編を解説をします。で、これは Android のスマホでも、Android のタブレットでも、どちらも同じ操作です。まず、Gmail のアプリを見つけて起動しましょう。そんな Gmail のアプリはどこに入っているか。3パターンの方法で探してください。まずパターン1。 このホーム画面の上です。ホーム画面を右から左、左から右と払って見つけてください。はい。でそこになければパターン2です。ホーム画面の上に Google というフォルダがある場合もあります。フォルダというのはアプリの入れ物のことです。この Google と書かれてあるフォルダをポチッと押してください。 でこの中に Gmail のアプリがある場合があります。はい。で、このフォルダの中にもなかった場合、パターン3です。一旦ホームボタンを押してホーム画面に戻ります。この白い四角が並んでいるアプリの一覧のボタンをポチッと押してください。はい。で、出てきたアプリの一覧の画面をめくって Gmail のアプリを見つけてください。 でもし、すべてのアプリを表示、を押さないと、すべてのアプリが出てこない場合は、こちらをポチッと押して、すべてのアプリを表示してください。はい。そして下から上、下から上下から上へとめくって、Gmail のアプリを見つけてください。では、Gmail のアプリが見つかった方は、押して起動してください。はい。そして、この画面が出てきたら、スキップをポチッと押してください。 はい。で、この画面が出てきたら、メールアドレスを追加をポチッと押してください。で、これ出てこない方もいます。で、出てきた方は、この Google をポチッと押してください。そしてしばらく待ちます。はい。そして、ここにパソコンで使っていた時と同じ Gmail アドレスを入力をしてください。 はい。で、Gmail アドレスの場合は、このアットマーク以降は省略できますので、消していただいても大丈夫です。で、このアットマークの前までを入力をしたら、はい。次へ進んでください。そして、Gmail にログインするときのパスワードも入力をお願いします。で、隣の目玉マークを押すと、パスワードが見えます。正確に入力をしてください。そして先へ進んでください。 はい。そして、規約が出てきたら、下から上へと画面を払って、同意するをポチッと押してください。はい。で、Google サービスの画面がもし出てきたら、もっと見るをポチッと押してください。そして、同意するのボタンをポチッと押してください。そして、Gmail に移動のボタンをポチッと押してください。はい。そうすると、パソコンで見ていた時と同じメールをスマホでも見ることができるようになります。 で、返信をするのも簡単です。例えば、返信したいメールをポチッと開いてください。はい。そして、この、このボタンですね。このボタンをポチッと押します。はい。で、このメールを作成というところに、返信文を入力をします。はい。で、何か返信文を入力をしたら、この紙飛行機のボタンを押すと。 そうすると、送信していますとなって、送信しましたとなりました。これで返信完了です。はい。で、また、受信トレイのメール一覧の画面に戻るには、この左の矢印のボタンを押します。はい。でちなみに、この左の3本線のメニューを押してください。で、このメインとなっていますが、メインが受信箱だと思ってください。はい。で、下から上へと払うと、迷惑メールのトレイもここにあります。 はい。では続けて、スマホで迷惑メール扱いにするやり方もご紹介します。では、また上から下へと払ってメインを押して受信トレに戻ってください。例えば、これが迷惑メール扱いにしたいメールだとします。で、とにかくこのメールをポチッと押します。はい。そして、右上の3個点が並んでいるところをポチッと押します。 そして、迷惑メールを報告をポチッと押します。そうすると、受信トレイから消えて、迷惑メールトレイに行ったんですね。で、今後、同じ人からは、受信トレイに入らずに、迷惑メールトレイに入るようになりました。はい。で、今のメールは、やっぱり受信トレイに入れたいと思ったら、この3本線のメニューボタンを押して、そして、下から上へと払い、迷惑メールのトレイを開きます。 はい。で、先ほどのメールが迷惑メールトレイに入ってますが、このメールを開きます。そして、迷惑メールでないことを報告のボタンを押してください。そうすると、迷惑メールトレイから消えて受信トレイに戻りました。またこの左上の3本線のメニューをポチッと押し、そして、上から下へとめくってメインを押してください。つまり受信トレイに戻ってください。そうすると受信トレイに戻るようになりました。 以上が目次の8番、スマホとの同期の仕方、アンドロイド編でした。はい。では目次の最後、9番目、メールアドレスの作成手順を解説をします。つまり、なんとかなんとか、アットマーク、gmail.com というメールアドレスを作成する手順です。はい。ではまず、何でも良いので、ホームページを開いてください。ホームページを開くには、この3つのソフトのどれかを起動する必要があります。ちなみに、 ホームページを見るためのソフトのことをパソコン用語でブラウザと呼んでいます。で、一番おすすめのブラウザはこれです。これ。Google 社が作った Google Chrome というブラウザです。Google Chrome という製品名だと思ってください。で次におすすめなのがこれです。これは Microsoft 社が作った Microsoft Edge というブラウザです。で、一番ホームページの表示スピードが遅いのがこれです。 これはマイクロソフト社が作ったインターネットエクスプローラーというブラウザです。いずれにせよ、手元のパソコンに入っているブラウザを起動してください。では、一番多いのはこのマイクロソフトエッジだと思いますので、こちらを立ち上げます。で、どのブラウザでも左上に検索窓があるんですね。この検索窓をクリックしてください。検索窓の形はブラウザによってバラバラです。ですが、ここをクリックしてください。そして、こうやって入力をしてください。G m, a, i, l, gmail です。そしてエンターキーを押して検索をしてください。はい。で、この検索結果、少し下に下がりますと、gmail, Google のメールと書いてあるところがあります。こちらをクリックしてください。はい。で、まず、アカウントを作成のボタンを押します。ここからメールアドレスを作成することができます。アカウントを作成をクリックしてください。はい。そして、 生と名を入力をしてください。はい。そうすると、ユーザー名のところが自動的に入力されます。で、これを、後ろからバックスペースキーで消してください。で、ここに好きなユーザー名を入れてください。で、そのユーザー名と、アットマーク Gmail.com があなたの Gmail のメールアドレスになります。ただ、このユーザー名には規制がありまして、半角英字と数字とピリオドだけ 使用できます。で、短すぎると他の人と被って登録ができないので、ある程度の長さにしてください。次に、パスワードを入力をします。で、このパスワードは他のウェブサイトと同じパスワードが良いです。なぜかというと、忘れてしまうからですね。そしてパスワードを入力をしたら、一度、 この目玉のマークをクリックしてパスワードを確認してください。今、伏せ字ですが、目玉のマークをクリックすると見えます。はい。で、次に確認のところをクリックし、左と同じパスワードを入力をしてください。で、こちらも目玉のマークを押して伏せ字を解いて、正しく入力できているかを確認してください。で、ここまで終わったらですね、ノートに、この Gmail のメールアドレスと、 パスワードをメモしてください。メモ書きをしてください。なぜかというと、これよく忘れてしまうからですね。忘れてしまうと、Gmail にログインできないですし、これ思い出すのに、かなり厄介なんですね。はい。なので、必ずノートにメモ書きをお願いします。で、メモ書きまで終わったら初めて、次へのボタンをクリックしてください。はい。次に、携帯電話番号を入力をしてください。 これ本人確認のために携帯電話番号を入力する必要があるんですねで。これ残念ながら今は固定電話の電話番号ではダメで、携帯電話番号じゃないとダメなんですね。はい。ここに入力をします。はい。で、ここはハイフンは不要です。で、入力できたら、正確に入力できたら、次へをクリックしてください。 確認コードを入力してくださいと出てきます。はい。で、携帯電話にですね、ショートメールが送られてきて、そのショートメールに確認コードが書かれてあるんですね。その確認コードを読み取って、ここに入力をして本人確認が終了なんですが、ショートメールって何どこから見るのとわからない方も多いと思います。なので別の確認方法を使います。代わりに音声通話を使用。 クリックしてください。はい。そうすると、電話がかかってきますで。その電話に応答してください。いそうすると、Google から、電話が来ます。第三者と共有しないいでくださ自動音声が流れて、確認コードを読み上げますので、それをメモしてください。

次に再設定用のメールアドレスを入力をします。ここは何かトラブルがあった時にもう一回パスワードとかを再設定できるための他のメールアドレスを入力をします。もし別のメールアドレスをお持ちの方はここに別のメールアドレスも入力をしてください。お持ちでない方はここは省略していただいても大丈夫です。はい。で マウスの真ん中のホイールを少し回して下に下げます。そして次にここに生年月日を入力をしてください。そして次に性別を入力をしてください。はい。で、正確に入力できたと確認ができましたら次へをクリックしてください。はい。で、電話番号の利用の画面が出てきます。ここはスキップを クリックしてください。ちなみに、下に保存、保存しないとボタンが出てきたら、保存を押しておいてください。で、プライバシーポリシーと利用規約の画面は下に下がっていただいて、同意するをクリックしてください。はい。そうすると、Gmail アドレスの作成が終わり、Gmail にログインしました。 で、ようこそと出て,てきたら次へをクリックし、OK をクリックしてください。以上で Gmail のメールアドレスの作成手順は終了です。はい。で、今の目次の9番からご覧になった方は、この後は1番に戻って順番通りにご覧ください。よろしくお願いします。